ゴシックロック、ゴシックロック、ゴスロック、ゴスは1970年代に誕生したポストパンクやオルタナティブロックのサブジャンルの一つである。暗いテーマとゴシックホラーやロマンチシズム、実存主義哲学やニヒリズムといった知的なものを扱う。ゴシックロックによってゴス文化はゴスクラブやゴシックファッション、ゴス専門雑誌などの発展を見せた。 音楽ジャーナリストのサイモン・レイノルズによると、標準的なゴシックロックの特徴として、大釜を振るようなギターの弾き方や、メロディの役割を奪うようなピッチの上がった、ベースイン、そして、悲しげ、ダージリックで眠たくなる、あるいは土俗的な、アフリカのポリリズムのようなビートを上げている。例えば、2 g t h e b u n はギターにフランジャーをかけることが多く、この効果を用いることにより、 彼女たちが影響を受けたサイケデリックロックの音楽と比べると不安で冷たくトゲトゲしい音になる。また、ゴシックロックのミュージシャンやバンドの中にはドラムマシンを用いて弱白を弱くする手法を取る者もいた。典型的なゴシックロックのテーマは暗く、歌詞や音楽の雰囲気にも現れている。ゴシックロックの詩の感性はロマン主義、不健全性、実存主義。 宗教的な象徴主義、さらには超自然的な神秘主義に基づいている。マーク・ボランや、ベルベット・アンダーグラウンドニコ、ドアーズ、デビット・ボーイ、ビギー・ポップ、セックス・ピストルズといった者たちが、初期のゴシック・ロックの美学関連を作り上げた。は、ベルベット・アンダーグラウンドのオール・トゥモローズ・パーティーズについて、魅了されそうなゴシック・ロックの名作と評している。一方、 デーノルズはアリス・クーパーの芝居がかった言動やブラックユーモアといった観点から罪深きゴスのゴッドファーザーと評している。ニコが1969年に発表したアルバムマーブル・インデックスは史上初のゴス音楽のアルバムだとみなされることがある。高涼とした音と陰鬱な歌詞、そしてニコの見た目が著しく変わったことと相まってこのアルバムは 彼女の代表作の一つとなり、ゴシックロックムーブメントの視覚的なプロトタイプの一つとった。ゴシックロックにおいて、ドローンが多用されるのは、ベルベット・アンダーグラウンドの影響によるものであるほか、深くドラマティックな歌い方は、デビッド・ボーイに由来するものであるただし、ボーイはより低いピッチで歌うこともあった。初期のゴシックロックグループの歌詞が小説家、J.G. バラードの作品群から影響を受けていた。 一方、ザ・バースデイ・パーティーの歌詞は、アルチュール・ランボーや、シャルル・ボードレールとった文学作品からの影響を受けていた。1976年、愛と伴侶を求める陰鬱な吸血鬼を主人公とする小説、夜明けのヴァンパイアがアンライスによって発表された。によると、この本の存在は口コミで、ゴシックロックのファンたちに広まっていったとされている。 同じ年にデビューを果たしたパンクバンドダムドのボーカルは元バカホリニ人のデーブ・バニアンデリ。彼は吸血鬼のような衣装を着てステージに立っていた。当時ギタリストを務めていたブライアン・ジェームスは他のバンドは安全ピンやボンデージのズボンを身につけたり、唾を吐くことが多かったけどダムドは地元の墓地を半分借りてそれをバックに歌うんだと述べている。 マイナーキーや暗い曲調が一般的だがメジャーキーも使われている。クリーン系や暖かなオーバードライブのかかったギターサウンドはコーラスやフランジャー、アナログを用いたディレイによって生み出された。またゴシックロックにおけるエレキギターの音は個性的な奏法になっている。この奏法はパンクロックにおけるダウンストロークから来ていて濃厚な和音の代わりに尖った。 メロディーラインを強調するのに役立っている。初期のゴシックロックバンドの多くは、イギリス出身だが、アイルランド、ドイツ、ピンクターンズブルー、ドイツなど、イギリス出身以外のバンドも存在する。ゴシックロックは、パンクロックや、ポストパンク、ニューウェーブから派生していった。ゴスという単語がシーンを表すのに使われ始めたのは、1983年になってからである。 1970年代後半や1980年代のいくつかのゴシックロックバンドは自分でレーベルを持ちインディーズから CD を発表していった。例、ベガーズ・バンケット・レード。1979年にゴシックと呼ばれたポストパンクのグループはジョイ・ディビジョンとスージーザ・バンシーズだった。スージーザ・バンシーズのデビューアルバム、香港庭園から ノクターンまでの作品や、イアン・カーティスの自殺によって短命に終わった、ジョイ・ディビジョンの、アンノー・プレジャーズ、クローサーは、ゴスシーンに影響を与えた。また、バウハウス、当初バウハウス1919 19と呼ばれていたや、ザ・キュアー、キリング・ジョーク、パブリック、イメージ・リミテッドもまた、ゴスシーンに影響を与えた。バウハウスは、当初、無地のジーパンに T シャツといったファッションだったが、 と同じ番組に出演してからは、イメージチェンジを行い、最終的には黒ずくめにメイキャップという出でたちと、な、言った。デビッド・ボーイや、ティーレックスといった、イギリスのグラムロックに影響された、バウハウスのデビューシングル、ベイラル・ゴシー・エスデットは、本格的なゴシックロックの幕開けと呼ぶにふさわしい、作品となっている。スージーザ・バンシーズやザ・キュアーなどのバンドワートに、 音楽スタイルを変化させていったが、バウハウス1983年の解散まで、ステージパフォーマンスや音楽スタイルにおいて、ゴシックを貫いた。ダムドのリードボーカルであるデイブ・バニアンは、ザ・キュアーや、スージーザ・バンシーズ、バウハウスに、ファッション面で影響を与えた。1970年代後半に結成されたは、1980年代に、入って、頭角を表しつつある。 ゴスシーンに影響を与えた。また1980年から1981年に、かけて、いや、シスターズ・オブ・マーシーが結成。1982年までに、後のザカルト、や、そしての出現によって、ゴシックロックはより幅広いサブカルチャーになった。1983年に、リリースされた、セックス・ギャング・チルドレンのファーストアルバム、ソング・レジェンドは、 ポジティブパンクと呼ばれ、イギリスのインディーチャートで1位を獲得した。ロンドンにあるスペサモンが主催するは、イベントなどの開催場所を与えることで、ゴスシーンに貢献した。ゴシックロックバンドのメンバーやその取り巻き、およびファンは、バトケイブに集まり、ゴスクラブのプロトタイプを作っていった。1983年までイギリスの雑誌は、バトケイブや、 他の類似する会場を取り上げ、ゴシックロックシーンを紹介した。バウハウスやクリスチャンデスが自分たちの国でバンドを結成させていた。その頃、イクスマルドイチュラント、レニングラードサンド、マラリアといったバンドがドイツで結成されていった。また毎年、ドイツのライプツヒでは、ダークウェーブゴシックフェスティバルであるが開催された。オーストラリアでは、 ニックケーブのザ・バースデイ・パーティー、1979年になって活動拠点をロンドンに移転がゴスシーンに影響を与えた。日本では現地のパンクシーンを体験しようと投影し、バウハウス等のゴシックロック勢に衝撃を受けたもと、マリア・レイニさんのジュネが結成したオートモッドが、いわゆる日本のゴシックロックの始祖とった。オートモッドは、 ホテイトモヤス等のメンバーを要しながら1985年まで活動をした。また、彼らのシリーズギグ、ジの創列においては、ジーシュミ、マダメエドワルガ、サジエサズなどが知られている。他方トランスレコードにおけるアサイラムやサーダム、ZOA のほか、フェイディア、ルーンズの吉田達也在籍などのバンドが活動した。第二世代のゴスの波の中で、そのゴスという単語とスタイルが、 ザ・フェイスやエネミーといったイギリスの使用詞に注目されるようになっていった。またゴシックロックはよってゴスサブカルチャーも広まっていった。1980年代を通してヨーロッパのゴス文化とデスロックムーブメントとニューロマンティックとの融合がしばしばあった。1980年代のウルタナティブロックの幕開けはゴシックロックの幕開けをも意味し、 将来を期待されていたミュージシャンにシスターズ・オブ・マーシーが脱退した新生クリスチャンデス。元シスターズ・オブ・マーシーの率いる、そしてクリスチャンデスの作曲とギターを以前、担当していたバリー・ギャルビン、通称バリバリなどがいた。シスターズ・オブ・マーシーのデビューアルバム、ファーストラストオルウェイズは、イギリスの音楽チャートトップ10に入りを果たした。レッドカンダンス。 国東ツインズといった 4AD レコードのミュージシャンの楽曲はイギリスの大学やラジオ局でオンエアされた。デペッシュモードが体現したゴスト、ポップとインダストリアルの融合とシンセサイザーを使用した楽曲は、ヤーといったシンセポップのミュージシャンに影響を与え、ついにゴシックミュージックはクラブミュージックとつながりを持ち、シンセポップ感がゴシックロックの中に現れ出した。 1990年代に入っても、イギリスからは、やといった新人バンドが現れ、矢も活動を開始した。ドイツでは、アポーコリプテックビジョン、アパディアンリーコーディングス、デスウィッシュオフィス、ジオンフォーチュン、グラスノスチレコーズ、サウンズオブデリットやタリタレコーズといったレコード会社が、やといったバンドの楽曲を収録したゴシックロックのコンピレーションアルバムをリリースした。 1990年代半ばから後半にかけて大手レコード会社、特にアメリカやドイツではゴシックバンドやインダストリアルバンドとしてマリリン・マンソン、エヴァネッセンスやウィズ・イン・テンプテーションといった実際はゴシックロックのミュージシャンとして活動していないハードロックやヘビメタルの人気バンドを扱い出した。またアメリカのマスコミはゴス文化とコロンバイン高校銃乱射事件に 関連性があると指摘し中傷した。2000年に入ってから、一部のゴスロックファンが1980年代の第一世代のファッションや音楽を取り上げ、リバイバルムーブメントに参加するようになる。シネマストレインジ、クウィードムヤといった DEATHROCK.COM というウェブサイトに関係するバンドは、第一世代のゴシックロックのスタイルへの回帰に貢献し、 ニーナ・ハーゲンは2005年にニューヨーク市で行われたで大々的に活躍した。チェリー・レッド・レコードがヨーロッパで初期のゴスロックの CD を再発している。一方、ヤはアメリカの市場でゴスロックの楽曲を発表し新たなゴシックミュージックがといったヨーロッパのレコード会社からリリースされている。このように2011年現在はゴシックメタルや オルタナティブメタルとの交わりで、本来の意味合いが失われつつあったゴシックロックであったが、ザ・ホラーズの登場により、再評価がなされ始めている。他にも、アリエル・ピンクズ・ハウンテッド・グラフィティや、セレナ・マニッシュなど第一世代のゴシックロックに影響を受けたアーティストが登場しつつある。ゴシックロックバンドの衣装は、19世紀のゴシック文学やホラー映画の影響を受けており、 これらほどではないが、b d s m 文化からの影響もある。ゴシックファッションは、デスロック、パンクロック、両性具有といったサブカルチャーを内包しつつも、ビクトリア朝ファッションや、ルネッサンス並びに、中世の服装を元にしたり融合させりするファッションであり、服装や、メイクや髪を黒くすることがほとんどである。1980年代のゴシックロックの歌詞は髪を、 縮れさせることが多く、ファンもそれを真似していた。1990年代、P.J. ハーベイや、マリリン・マンソン、マニック・ストリート・プリーチャーズ、ナイン、インチネイルズといったゴシック要素を持ちつつも、ゴシックロックとは無関係のミュージシャンが多数登場した。ローリングストーンは、1993年の P.J. ハーベイの音楽性は、一曲の間に、ブルースから、 ゴスからグランジへと傾いていたと評しており、マリリン・マンソンのようなアメリカのバンドがゴスとディコの雰囲気とインダストリアルミュージックのサウンドを組み合わせたと評している。1997年、スピンは実験音楽バンドポーティスヘッドの2枚目のアルバム、ポーティスヘッドについて、ゴシックな雰囲気と、死のにおいと、クラクラするような感覚を味合わせると評した。 批評家のバリー・ウォルターズはデビューアルバムのダミーと比べるとより暗くて深くかつ不安を感じさせる作品だと評した。ポジティブパンク誤算や楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。